播磨は海や山川などの豊かな自然に恵まれた日本でも有数の住みやすい地域です。播磨県域8市8町がお互いに協力し合い地域を発展させていこうという取り組みを播磨県域連携中枢都市圏構想と言います。最近首都圏から移住する人が増えています。通勤時の満員電車によるストレスからの解放、子育て環境の良さ、生活コストが抑えられるなどなど理由は様々です。そして移住のきっかけの一つが就職だそうですよ。今回紹介するのはそんな就職を控える兵庫県外の若者が多く参加するツアーです。姫路の暮らしと仕事の魅力発見ツアー、参加者は関東を中心に東北や九州など兵庫県外在住の方で、 UJI ターン就職、起業や移住に興味のある39人が参加しました。姫路の暮らしと仕事の魅力発見ツアーはどういったツアーなんでしょうか。主に都市圏の若者に向けた姫路に移り住んでもらうことを目的とした1泊2日のツアーとなっています。実際に姫路で暮らすことと働くことをイメージしてもらうため、1日目には暮らしの魅力を発見してもらう2コース、2日目には仕事の魅力を発見してもらう就職コースと企業コースの2コースを準備しています。暮らしの魅力を発見してもらう1日目の2コースはどういったところを巡ったんでしょうか。 A コースは姫路市夢咲夢の里夢館で山の幸を使ったバーベキューを堪能した後、映画ラストサムライの舞台諸社山遠行寺を散策、姫路市諸社の里美術工芸館で姫路張子の絵付け体験をし、のんびり癒される郊外を満喫できるコースを巡っていただきました。B コースは姫路前奴隷市場で海の幸を使ったバーベキューをした後、姫路市民の憩いの場姫路市立水族館を訪れ、紅葉青瓦で地場産業の瓦作りを体験し、市街地の良さを感じられるコースを巡っていただきました。夜は AB コース共通で播州の素材を使った夕食を味わっていただきます。1日目は食事や産業、観光を通じて姫路の良さを多方面から知る体験をしていただきました。盛りだくさんですね。休日の過ごし方の参考になったんじゃないでしょうか。さあ、そして本日2日目ですが、どういった内容なんですか。はい、2日目はまず後ろに見える世界文化遺産国宝姫路城の見学をしていただいています。国宝五城の一つで、さらには姫路が世界に誇る姫路城ですから、間近で見て迫力を感じてもらいたいですよね。そしてツアーはこれより播磨の仕事を紹介する内容になります。移住をして暮らしていくのには仕事は欠かせませんしね。また自分の住んでいる地域と播磨の企業とでは何が違うのかも気になるところですね。参加者は阿久里へ姫路へと移動します。まずは UJI ターン就職応援セミナー。姫路への UJI ターン就職や姫路での起業を実現するポイントを紹介します。そしてここからは2つのコースに分かれます。こちらは UJI ターン就職コース、播磨地域の企業20社が参加する合同企業説明会アット姫路が行われました。参加者には播磨の企業がどのように移ったのでしょうか。地元の企業とこの姫路播磨の企業と何か違いは感じましたか。いろんな産業だったりとか、すごいいろんな業界があるよっていうところがあったので、それが面白かったです、ね、しっかりと企業の熱意も伝わってきたんじゃないですか。はい、パワーを感じました。企業のお話聞かれていかがですか。僕たち若い人材が欲しいっていうすごい熱意が伝わってきてとても良かったです。これまで地方で就職ってあんまり考えてなかったんですけど、会社の説明だけじゃなくて姫路で暮らしたらどういう暮らしになるのかっていうのも聞けたのがすごい大きかったなと思いました。あと皆さんすごい地元愛が強い方が多かったんで、播磨に愛を持って暮らせるんじゃないかなと思いました。
こちらは企業コース。ここでは姫路の起業家によるパネルディスカッションと交流会が行われました。大学も行ってるんですけど、一応教員免許も全部持ってるんですね。小中高保育士も取ったんですけども、子供ができても続けれるようなことって何かなって、このキャリアを捨てずに続けれることって言ったら自分でやるしかねえなと思って起業しました。地域の人が気づいてない魅力ってめちゃくちゃあるのに、なんでこの人たちは何もしないんだろうっていうこともすごく思ったので、この町で何かやりたいなっていうことで青字銀行やりつつ、ハジロクもやり始めたら地域の人の見る目も変わってくるなと思ったので、思い切ったという感じですね。私は大学がイギリスで4年間ずっと勉強していて、でその中で環境問題のことを知って、なんかこう私は本当に森がめちゃくちゃ大好き でこう森を守りたいな。村田さんは今年の4月に愛知県より姫路に移住してきました。実際に住んでみての印象は？山もあって、で海もこう面してて、で自然が私大好きなので、その自然が結構豊かでっていうところと、あとやっぱり人が本当に温かくて、外から来た、それでちょっと敬遠されるってわけではなくて、すごく応援してくださったりとか、の地域の方々が本当に温かくて、なんかそこがすごく大好きです。交通の便はいかがですか？網走の、すごく駅の近くに住んでるので、便利で、こうよく私大阪とか姫路の駅周辺でこうポップアップをさせていただくこともあるんですけど、すごく便利でいいなと思ってます。インドネシア・スマトラ島の NGO とともに森林再生の事業などを行う村田さん、森の再生につながる森のコーラというクラフトコーラの販売を行っています。この姫路で起業したメリットってどういうところだと感じていらっしゃいますか？姫路はこうローカルだからこそすごくつながりが強くて、お互いにこうサポートしたりとか相談し合ったりとか、そういう切磋琢磨もできるのがすごいいいなって思ってます。これからの目標を教えていただけますか？はい、森のコーラをたくさん全国で広めたいなと思っていて、今この卸販売をしてカフェとかこうバーとかいろんなところでこう卸して販売していただいてるんですけど、それをもっともっと広げて、なんか私がいなくてもインドネシアの森のことをたくさん知ってくださる方が増えるように、こう全国で広げたいなって思ってます。起業家の話を聞いて自身の参考やモチベーションの向上につながったのではないでしょうか。パネルディスカッションはいかがでしたか？意識の高い人たちが集まってて、自分の将来のことを考える刺激になったかなというふうに思います。姫路で起業することのメリットってどういうことをおっしゃってましたか？いろんな観光客の人が来ることだと思います。やっぱ集客しやすかったりっていうことをおっしゃってたので、やっぱメリットなのかなと思いました。学校でマーケティングの勉強をしていて、で実際にそれをこう行っている起業家さんの話を聞けて、実務の想像が湧く貴重な機会でした。実際に自分が姫路で起業したとしたらこんな風だなっていうイメージって湧きましたか？湧きましたね。自分がもし何か物を売るってなったら、その姫路の特性を生かして、さらにその地元の人が喜んでもらえるようなこう事業を何か行いたいなと思いました。暮らしと仕事の両面から見たこのツアー、参加者は姫路をどのように感じたのでしょうか？関東圏の人に比べて関西の人の方がフレンドリーというか話しかけやすい。あともう一つ食べ物の点で言えばめちゃくちゃ美味しいなっていうふうには感じました。降りた時に結構道が広かったり、大きな商業施設もあったりとかで、ちょっと抜けたら海鮮が美味しい、こう海岸もあったり、こう田園風景があったりとか、すごいいろいろなものが揃ってる場所だなって感じました。播磨で就職をしたらお休みの過ごし方なども想像できたんじゃないですか？そうですね。僕はその釣りとか結構アウトドアなことが好きなので、姫路だったらこう島とかもたくさんあるので、そこも巡ってみたいなと思いました。姫路城に今日の朝ちょっと登ってきたんですけど、なんか戦いのための場所っていうあるじゃないですか、お城って、お城の防衛機能を知れてちょっとつかめて面白かったですね。お城好きですね。はい。この播磨姫路に UJI ターンするメリット、魅力はどういうところだと感じていらっしゃいますか？暮らしやすいところだと思います。交通が本当に便利で、人もあったかくて、食べ物も美味しかったところが魅力的でした。
UJI ターンを支援するツアーを紹介しましたが、他にも様々な就職支援があると伺いました。どういった取り組みなんでしょうか。姫路市をはじめ播磨圏域連携中枢都市圏の各市町にある企業の情報を集めた地域密着型就職支援サイトジョブ播磨では、企業の方自らが編集して自社の魅力を PR するとともに求人情報も掲載しています。その他にも先ほど紹介したアット姫路など就職に関するイベント情報も随時アップしていますし、移住に関する情報や子育て支援の情報も掲載しています。播磨地域で就職を考えている方にはぜひ見ていただきたいです。令和7年2月には理系大学生を対象に職場見学と企業研究が同時にできる企業見学バスツアー合同企業研究会を実施します。興味がある方はぜひご参加をお願いします。地元で生まれ育った方もこれまで住んだことがない方にも、暮らしも仕事もちょうどいいこの姫路播磨地域に集まってほしいです。心強いサポートもいろいろとあるんですね。そうなんです。皆さんも一歩踏み出してみてください。